口角の恩恵、レベル3まで積むと体力の自動回復がゲージの最大値まで継続するというスキル、クシャルダーロの、防御に、ね、ついているスキルでございます。まあ、レベル4まで積むこともできますけど、まあ、ここまではしなくていいのかなというところでございます。まあ、他にも水と氷の属性攻撃値を 1.1 倍にするよっていうスキルでもあります。はい、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、こんな感じでダメージを食らうというじゃないですか。まあ、こんな感じでダメージ食らいます。で、赤ゲージ回復していって、そこから自動回復していくよっていうスキルでございます。まあ要するにほっといてもゲージの最大値まで自然回復していくよっていうスキルでございます。まあ要するに体力が回復していくんですので、まあ当時流行ったゾンビガンランスという装備が、可能であるということで、でこの最大値の、まあ、回復量なんですけども、体力回復量アップというスキルを使えば少しだけ、上昇させることができます。まあ、なので、さらにゾンビを目指したい方は、体力回復量アップのスキルを載せるべきだと思います。ただ今作でスロット2なんで結構載せるのが難しいのではないかなというところでございます。で、その他にもね、クシャルシリーズにですね、回復速度というものが、ついておりますので、まあ、こんな感じで今、胴腕、胸かを、3つ揃えると、回復速度、まあ、赤ゲージの速度が4倍になりますので、今こう爆弾で、まあ、こう赤ゲージ出てるけど相当早いからね、回復が。まあまあ、体力回復量はなくても十分回復してくれるので、まあ、十分なのかなっていう感じではありますよね。ということで今回はこのね、体力を勝手に回復していく、まあ、防具を使ってですね、ガンラン装備を組んでみましたので、紹介していこうかなと思います。はい、ということで装備を組んでみました。まあ属性値上げれるのであれば、もう攻撃強化でさらに上げたいなっていうことで、水属性攻撃強化レベル5、技物画鏡、あ、画鏡はね、画性、砲術、回復速度、口角の恩恵、あとは回避距離アップ、その他もろもろといった感じでございます。まあそうね、非常に、まあ、悩ましいところではありますね。本当はね、体力回復量も入れたいんだけども、そうなってくるとガンランスの欲しいスキル乗せれなくなっちゃうから、まあ、ある程度バランスが必要なのでですねなかなか難しい。この装備マジでガンランス向きじゃないんだよな。スロットも少ねえしよ、本当大変だからマジで。5席次第なところありますね。僕が考えうる中では、まあ、一番妥当な、まあ、技物をレベル2を採用した、まあ、5席でございます。まあ、ドゥームズ D で組んでます。まあ、水か氷なのでですね、はい、こんな感じで組んでおります。まあ、属性値でいうと結構いい感じに72ありますんで、まあ、割と高めなのかなっていう、盛ることができたのかなっていう感じでございます。まあ、回復しなくて、戦うことができるので、まあすごく強いんじゃないかなと。まあ今回カスタム強化にね、回復する、まあなんていうかな、百竜スキルみたいなのがないのでですね、まあカスミ竜の魂ぐらいですかね。まああれはベダムデコロンやからな、なんとも言えんけど。あれ、まあ一応あれでも対応はできますけども、まあまあ、使いこなすんやったらまた別の武器の方が、まあ、進化発揮できるのかなっていう感じはしますね。まあバランスは大事です。はい。ということで今回こういった装備でやっていこうかなと思います。装飾品はこんな感じですね。まあ、1スロットに流水かな、流水種かな、を入れている感じですね。あとはもう、ガンランスに必要なスキルを、鉄壁と跳躍と斬鉄を入れているって感じですね。まあ、もうスロット数少ないんで、もう必要最低限のスキルしか載せないですね。まあ、仕方ないなっていう感じではありますけども。では、早速、回復する、まあ、ゾンビガンランスとまでいかないか。まあ回復していくガンランス装備でやっていこうかなと思います。はい、ということでやっていきましょうか。今回討伐していくのはですね、トビカガチさんですね。こいつ結構水属性通るんですね。俺も攻略サイト見るまでちょっとピンとこなかったんだけどね。マジでと思ったけどへえ、そうなんだみたいなね。なんかこいつ勝手に氷だと思ってたけど、そうでもないみたいですね。まあ今回の装備にぶっ刺さり、かつ、まあ、あいつ動き早いし削りもねあるからですね、まあ、できれば役立ててくれること間違いないと思います。さあ、では早速ちょっとこいつに向かって流撃を打ちます。構え。はい、うるせえ、伝えておきましょうか。動きが早いからな、追いつけるの大変なんだよな。あ、でもいいダメージ入ってんな。よいしょ。さあ来るか。おい、
この噛みつきは長えんだ。危ねえな。もう回距離アップ、回距離アップがあったから今のかわせたけど。動きが早いわ。はい。回転。はい。あ、そっちか。あと、砲弾装填数が今回何も積んでない状態なんで、ちょっと、このガードリロードのタイミングとかもしっかりやらないといけないですね。はい、来た。あ、意味ない、それ。やべ。はい、オッケー。ナイス回復。ちょっとね、流行砲を狙いたいとこではあるんだけど、なかなか難しいよね、それね。はい。なんか虫ないか。危ね。あ、でもいいダメージ入ってんな、ほんとに。ちゃんと水属性効いてる気がする。あーはーん。一旦受け身取ります。はい。危ねえ。シャーシャープラス。でも大丈夫。こんぐらいの赤ゲージだったら、もう回復速度レベル3で回復していくから。本来ならここ回復するところなんだけども、大丈夫。このスキルがあれば、まだ攻撃できる。まだ一発で死なへんでしょ。まだまだ一発で死なへんよと。来そうだな、いつでも。いきなり奇襲来るからな、飛びかかちは。うい。もう一発来ないか。あ、方向。んふーん。こいつの方向は食らってもな、すぐ隙が減るから。隙があんまり大きくない方だからいいよね。あ、ナイスー。はい、総流しちゃいますよ。さあ、ダメージ与えちゃうよ、俺。総流です。はい、オッケー。さあ、なんとか、いい感じにダメージ与えることができました。まあ、毒状態にもさせたんで、だいぶ熱いんじゃないか、これは。はい、それ。うい、おー、えげつない、えげつない。はい。ダウンしてるときは、スタン取りに行きたいけど。まあ、ちょっと、あれか?ちょっと早いか。あー、気絶取りたかったけどね。まあ、次のタイミングやな。あはん。大丈夫です。ナイスさん、グッジョブー。オッケー。よし、ここ、突きループしちゃうもんね。いいダメージ入ってんな、マジで。流撃を打っちゃうもんね。あーい。チレス山も重ねちゃうもんね。あーい。来ない。来るんかい。あぶね、もう一回来る?来ないね。おら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 。あぶねえな。あぶねえな。いいよいいよいいよ。お前の素早い動きに俺はついていけてるからな。ああ、来ないか、そっち。当たると思ってないけどな。今回はあくまで月メインだからね。だから技物を採用したんですけどね。はい、効かぬ!見える!お前の針は。ごめんなさい。ちょっと、実はあんまり見えてない。ごめんね。やめて。おぉ。はい、どうする?おい。おい、いいね、いいね。おぉ、危ねえ、怖っ。やめて!うぃ、やった、受けた。ほら、どん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 、つきまとうぜ、ほら。うれうれ。あーん、方向。方向ガード位置したいんやけどな。ナイスさん!いや、そのまま。あ、マジで!寝るんだ、それ。寝ちゃったな。オッケー。寝たのであれば、一旦ちょっと体勢を立て直しましょう。へっへっへ。本当は流撃砲待ってもいいんだけどな、これ。まあでも、難しいようなので、これはちょっとどうやって起こそうかな。やっぱ、投げ払いかな。あー声出た、今。ごめんなさい。音量注意でございます。思わず声出ちゃった。間違えた。よし、追いかけましょう。お前だよ。よっしゃー。そろそろ総流とかもこいつにしたいからな。ちょっと地裂弾多めに当てていってもいいかなって思うけどな。よっ。あ、と思ったらもう早くこいつ捕獲かいや。早かったなー。ということで、じゃあ捕獲しましょうかね。そう、俺。そして捕獲ゲット。ありがとうございました。まあ、なんか、まあ、削りダメージとかはね、まあ、スキルで補うことできるからいいけど、まあ、大ダメージ食らったらもう素直に回復した方がいいんで、まあ、なくてもいいのかな。まあ、体力回復量アップがあればまた変わるんでしょうけどね。まあ、ガンランスで作るのはかなり難しいと思いますよ。砲術を切るか、ガセを切るかっていう判断になると思うので、
まあちょっとゾンビガンランスはちょっとまだ復活は難しいんじゃないかなと個人的には思いました。まあ5席次第なのかな。はい、ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。